はい、で村に着きました。あら旅の方こんにちは。ホルコッタの村にようこそ。お、カールおじさん、カールおじさん全然話してくんない。おお、あんたらいい体さしてるでねえか。あ、ホモだこいつ。どうだ、俺たちと一緒に畑さ耕してこの村で、うん、いいぜす。ほう、今時の若い者にしちゃ珍しい答えでねえか。したらオラの養子にでも、うん、なるなる。よっしゃ、決まった。今日からあんたはオラの子供だ。決まって働くだよ。なんて。はっはっは、気にすんでね、冗談だからな。はい。で、いいえ。気にすんでね、冗談だからな。いいえ。あー。くそ、しょうもねえ会話だった。で、うま。今入った時の音ちょっとおかしくなかった、大丈夫か。じい様は以前はお城で王子の世話係をしていたんじゃよ。じゃが体を壊してしまっての、あのわがまま王子のせいで体ぶっ壊したんだろう。わしがホルストックの城を去ってからもうだいぶ時が経つの。ホルス王子はお元気じゃろうか。洗礼の儀式に旅立たれたとの噂を耳にしたんじゃが、いや旅立ってないよ。何もない、何もない。あ、満月そう。いや、試練の第1の試練、第2の試練、第3の試練と戦わなきゃいけないんだけど、まあしんどいっちゃしんどいんだよな。まあまあ癖のあるやつが多いから、ハッスルダンスないと きちがった記憶がある。いや、この国の王子様にはたまげたら噂を聞いてわざわざ見に来た甲斐がありましたよ。ようこそ旅の宿。うん、ここは、いや、それでも80ゴールド、1人10ゴールド、1人1ゴールドぐらいでしてもらえませんかね。さすがにこっちにはなんかあるよね。チーメだ、ナイスチーメだ。もうはよ、まあ、次の力のルビーをゲットしたい。83あたりに装備させれば100人力。この村はのどかでいいですな。世界が平和になったってことをしみじみと実感できますよ。さて、どっこいしょと。人が来たので仕事でも。あ、道具屋？毛皮のフードとか置いてるけど、ろくなものがない。まあ、ホイミンとかすっぱだかのキャラクターだったら意味があるかもしれないけど、で、なぜかチャボノが亀の甲羅を装備できると。もうパッとしない装備しかないよ。まあ、しゃあないね。そしたらまたいつでも気軽に来るが、ええぞ。おいらは、畑耕し13年と意外と短いな。ザックザック、ザックザック。何の音だよ、ザックザックって。よくわかんねえ。オノマトペを表現してるけどよ。ああ、退屈だな。ホルス王子でもいいから遊びに来てくんないかな。これ結構フラグなんだよな。ホルス王子が何回か逃げ出したりするんだけど、逃げ出してこの家に遊びに来るみたいな。イベントなかったっけ。この家の壺か樽の中に隠れるみたいな、そういうクソみたいなイベントが起きた気がする。風の噂では霊毒城の王子が王の病気を治すため魔物退治のために出たそうだな。その後のことは聞いていないが、なんとも勇ましく親思いの立派な王子だろうか。それに比べて我が国のホルス王子と来たらあれじゃ王様も大変だよ。俺のことを持ち上げてホルス王子をディスってこと。この国では王になる人は洗礼の儀式を受けなくてはならないのよ。あのホルス王子にそれが受けられるかみんな心配してるのよ。正直なくてもいいよね、このイベントね。何もない、何もない。んで、あと家、この村、ああ、洞窟とかあんのか。水に映った自分の顔を見るたびに思うんじゃ、わしも老けたの。いや、わからんでもない。俺もたまに、まあ別に水に映った自分の顔を見ることないけど、鏡見て、なんかシワ、デコのシワとかさ、ほうれい線深くなったなとか、しみじみ思うことはある。ここで採れた作物はほとんどがホルストックのお城へ売られていくんだよ。城かい、この村から西に行ったところにあるよと。はあはあ、何やってんだお前、火事や。武器屋かな。わしはもともとホルストックで働く兵士であったのだ。それなのにあの王子のせいでクビに。いや、今更何も言うまい。ほんで何も見つからないと。ロンベルクみたいな生活してるよな、ここで。鍛冶屋みたいなことやってよ。はい、で、教会。ここにいると心がうんとこさ、清らかになっていく気がするだべよ。
だが洗礼の洞窟の奥はこんなもんじゃねえらしいな。まあ俺たちは王族でもないものは入ることはできんけどよ。ここは普通のセーブ屋さんとしての機能もあるね。あ、まあ一応セーブしとくか。とりあえず一番上のデータにだけセーブしておいて、コラのも、はあ、さっきさ、ラーメン二郎の系列店行って食べてきたんだけど、そのせいか今すげえ喉が渇いてる。明日休みだからさ、もういくらニンニク臭くなってもどうでもいいみたいな感じで、まあすげえ久しぶりに、半年ぶりぐらいにラーメン二郎を食べたわけだが、はい。でホルス城、ここはルーラで来れる場所だっけ。ホルストックにはルーラ、ホルコッタはルーラで行けないけど、まあ村だからな、小さい村だからしゃあない。で城へようこそ、城へようこそ。クソ王子なんだよな、ヘンリー王子の子供の頃みたいな王子がいるんだよ。ほう旅の者か、見ればなかなかの腕前のようだ。どうだ、もし暇ならば我が王と王子のために一つ働いてみないか。まあ詳しいことは直接王から聞くと良いだろう。ただここのめんどくさいイベントこなさないと魔法の鍵もらえないからな、やんなきゃいけない必須イベントなんだよな。もう昼ご飯ならまだと申し上げてるでしょう。あら、これは失礼、てっきりホルス様だと。まあホルスな、王子な、この国のチーメダ、チーメダのバーゲンセールで何もない。僕ホルス兄ちゃん大好きだよ、一緒に遊んでくれるもの。14歳ぐらいかな、ホルス王子。王はこの上におわします。あ、樽だらけ。この樽の中にあのクソ王子が隠れるみたいなさ、そういうイベントがあるから、ここに無駄にいっぱい樽を置いてるとかだったかな。あ、これ ホルス王子にやられたのか。頼むよ、眠らせてくれよ。毎晩王子のカード遊びに付き合わされてまともに眠ってないんだよ、かわいそうに。ホルス王子もな、ヘンリーみたいに連れ去られればいいのにって思うんだけど、それで洗礼を受けてさ、心を入れ替えてほしいよな。俺思うんだけどさ、普通の人間だったら魔物の住む洞窟になんて恐ろしくていけないよ。まあ、ドラクエの主人公とか、まあ、他のゲームの主人公も大体頭いかれてる戦闘狂が多いから洞窟に入ったりするんだよな。リアルにおいてもさ、別に魔物がいるわけじゃないけど、洞窟とか入るやつって頭おかしいやつしかいないよな。どっかの探検家とかさ、それで洞窟の中でさ遭難して、そこで一生を終えるみたいなさ、あるよね。いざという時に、ここを通って城から脱出するんじゃ。まあ今も時々王子が脱出に使っとるかな。これヒントなんだよな。まあ初見でドラクエ6やってる人はその辺難しくて分かんないだろうけど、ある程度ヒントをくれるよね。で、種はとりあえずおじさん、これでおじさんの知性を上げて1しか上がってねえのか、使ってもほぼ意味ねえな。てかドラクエ6においての賢さってさ、どういうパラメーターなのかよくわからんよね。これは俺最初今の右の階段から出てきたのか。あ、城のここに繋がってんの。じゃあ左の階段どこに繋がってんの。俺てっきりこっちの階段が今の場所に出てくる想定してたんだけど、あのクソ王子、何もない。おいっす、クソ王子。なんだお前ら、俺か。俺はこの城の王子ホルス様だ、よく覚えておくんだぞ。はっはっはっは、このクソガキ。許されるんだったら締めてやりたいよな。はい。でとりあえず王様に話しかけないとイベントは進まないから、まあ上の部屋に行きましょうと。王に粗相のないようにな。あ、下番。ほう旅の者がこの城を訪れるとは珍しい。まあゆっくりしていってね。ホルスは心の優しい子なのです。だから争い事を嫌っているのですわ。決して弱虫なんかではありませんのよ。この無能。よくぞ来た旅の者たちよ。わしがこの城の王を掘るてんだ。して我が城に何か用か。もし特に用がないというなら我が願いを聞いて。いやー、ちょっと勘弁してもらえないかな。ならば仕方ない。まあゆっくり
していってねと、意外と心広いよね。で、外観はあ、ブラストいる。おお、君すまんがホルス王子を見なかったかね。剣の稽古の時間だというのに、王子のサボり癖には困ったもんだ。まあ、無能だからな。あいつの部屋の場所もね、俺がナビゲートしてやりたいところなんだが。ああ、左側にも魔法の鍵必須の扉がある。おお、勇ましき王子、その名はホルス。全然勇ましくねえよ。王宮付きの詩人とはいえ、嘘を歌にするのは辛いです。まあそうだよな。はい。で、この女。全く王子には呆れるわ。弱虫毛虫のくせして、女だけが人一倍好きなんだから。だって王子ったら、私のスカート思いっきりめくったのよ。プンプン。まだスカートめくるぐらいだったらいいだろう。もう、そのスカートの中、パンツの中に直接手突っ込んでさ、なんだったらその、言っちゃいけないことは、を、だから言わないでおくけど、その中、まあ、要は女性器に手突っ込んで、なんかまさぐったりしないんだからまだいいじゃん。で、俺はもう王子のお供をするのはごめんだね。俺たちはあんな王子のお守りをするためにここにいるんじゃないんだ。やる気がなくなっちまうよ。まあ、評判がすこぶる悪いクソ王子。で、これでまあ王様の願い事をしぶしぶ引き受けてやって魔法の鍵をゲットすると。うむ、そう来なくては。で、我が願いというのは他でもない息子のことをね、先日我が息子ホルスがめでたく15歳。15歳のくせにポンコツだからな。我が王家には15歳になると城の南にある洗礼の洞窟にも向き、そこで洗礼を受ければならぬというしきたりがある。で、実はすでになんとか洞窟に行かせたのだが、いずれも友をさせた兵士たちの力が足りず、失敗に終わっておる。いや、ホルス王子が無能だからだよ。そこで厳しい旅の地を越えてきたそなたたちに頼みたい。洗礼の洞窟に向かう我が息子ホルスのお供をしてもらいたいのだ。どうだ、やってくれるか。うん、しゃあない。やってくれるか。よし、大臣、早速ホルスを呼んでくるのだ。は、直ちに。とか言ってるけど、大臣探せないんじゃないかな。そなたたち、もう旅は長いのかな。よければ旅の目的なのをいいぜ、話してやろう。自分探しとまだ残っている魔物どもの退治をしながら、旅をしておるのか。自分探し、その目的を俺はすっかり忘れてた。それはなかなか関心なことだな。王子がいませんって。またしてもホルス様が、まさかいないと思うんですか。はい、今城の者たちに探させておりますが、あやつのことだ。きっとこの城の中のどっかにいると思うのだが、そなたたちもホルスを探してくれるのか。もし見つけたらここへ連れてくるように頼んだぞと。手を焼かされてます。一番最初はまだ見やすい場所に、見つかりやすい場所にいるとかじゃなかったっけ。外観にいなかったっけ。あ、外観にいねえな。あれ、樽の中か。樽の中にいるかな。樽いない。あれ、樽じゃないか。一番最初がホルコッタの町にいるのかな。でもこの城のどっかにいたような記憶もあるんだけど、あ、いねえや。遊んでもらおうって来たのにホルス王子どっかに行っちゃったのかな。ホルス王子とよくかくれんぼして遊ぶんだよ。僕はこの前樽の中に隠れてたらその手があったかってすごく感心していたよ。これこいつで話しかけないとダメなのか。まあ、ていうかこの後さ、洗礼の洞窟に行くんだけど、洗礼の洞窟の一番奥にさ、神父がいるんだよ。その神父は要はそこまでの試練とかモンスターとの戦闘を乗り越えてそこまで来てるわけなんだからさ、その神父を一回このお城に招聘してさ、その神父連れてけばいいなと思うんだけど。あ、畜生、つい喋っちゃったよ。で、見つかっちゃったらしゃあない。お先に王子のところに行ってるから本当は嫌だけど、とか言ってピョンピョン。ちょっと楽しそうだね、今の動き。こんなこと言ってるけど、まだ王のところにいなくないか。あ、いる。クソガキ。ふん。王王子さん、手間をかけさせてすまん。なんだ、ホルスはずっと庭の花の手入れをしていたそうだ。この、ご苦労だったらホルス。さて、我が息子ホルスよ、そなたは王位を継ぐ者として洗礼の儀式に旅立たねばならぬ。このホルス王子さ、あれだよな、なんか田村ルナみたいになりそうだよな。田村ルナだっけ。なんか首を切り落としてさ、すすきののホテルで首切り落とした事件あったじゃん。
あんな感じのすごいわがまま王子だからさ、将来ああいう風になりそうだよね。で、アンズルナ、うんぬん。で、サイユクルンドホルス、我が息子よ。お前なら必ずやこの試練を乗り越えてくれると父は信じておるぞと。はい、父は行ってまいります。さあ、しっかりついてこいよ。おじさんというのか。行くぞ、おじさん。兵隊ただ並んだだけかよ。一緒についてきてくれんのかと思ったわ、一瞬。行ってらっしゃい、ませ、王子様と。ホルス王子、万歳。お気をつけて、王子。おじさんのホルス様を頼みましたよ、そう。こんなことをさせられてるんだもんな。かわいそうだよね。悪いな。ちょっと忘れ物しちゃったんだ。ここで待ってくれよ。すぐ戻るからさ。とか言ってるけど、戻ってこねえんだよな、このクソガキ。もう一回部屋に行かなきゃダメなのかな。部屋に行って、いないことを確認しないとフラグが立たないっていうかさ、あれ、いねえやって、これを確認してから、外観に出てると思うんだけど、どうだったかな。さあ、いるかな、クソ王子。あ、いるね。いやー、やだな。またあの薄暗い洞窟に行くのか。いや、意外と明るいぜ、洞窟の中。でも、洗礼を受けないと、親父の後を継げないし、でも、魔物に会うのも嫌だし、戦わないでしょ、魔物と。あ、また見つかったか。人を見つけるのがうまいやつだな、おじさんは。わかった。わかったよ、行くよ、行きますよ。行けばいいんでしょ、行けば。チェ。で、ホルスが仲間に加わったと。で、これでようやく例の洗礼の洞窟に行けるわけなんだけれども、場所どこだったっけな。ホルコッタの南あたりだから、ちょっと戻んなきゃいけないみたいな感じなんだよな。今の移動距離考えたら、ルーラでもう一回ホルストックに飛んでもよかったかもしんない。一応今、あ、待て、違う、これあれか、魔法の鍵必要な、あ、場所だよね。危険につき立ち入り禁止で、ここはまだ来れませんよ。で、いつの間にかホルスがいなくなってる。まあ、関係ない場所にホルスを連れてくと、まあ、消えますよみたいな、いつぞやのシェーラーみたいな感じでさ、消失しちゃうんだよな。出た、ユニコーン。ちなみにユニコーンに見た目そっくりなやつが試練その1かその2かその3のどれかだったはず。で、あとバーニングブレスみたいなやつと、まあ、バーニングブレスの色違い、色違いっていうか、そのままバーニングブレスか、あとは沈黙の羊かダークホーンのそっくりさんが出てくるはず。ただどれかの試練って確か完封できるんだよな。サス踊りか甘い息か何かしらで動きを完全に封じることができるみたいな、そんなキャラじゃなかったか。で、ハエ魔導の上位互換ヘルゼー、これもドラクエ6でしか出てこないキャラクターとかか。で、ミレイユもったいないな、アイを使うの。稲妻使い、コーラを飲み干してしまった。俺この後の実況あと10分ぐらいやる予定だけど、飲み物なしでやんなきゃいけないのはちょっとしんどいな。で、ブーメラン、相変わらず有能な装備だ。うーん、で、ちょっと一回満タンにして、いや、ホイミンがな、ベホマズン覚えてくれればいいんだけど、ホイミン多分レベル30ぐらいでベホマズン覚えてくれるんじゃないか。はい、で、洞窟大作戦。いや、ハッスルダンスなしで行くの。あ、ホルスが早速逃げてる。俺は見逃さなかったぜ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。で、抜け殻兵の上位互換が出てきましたよ。さまよう兵隊。魔物使いになって火炎の息吐けるってよくわかんないよね。はい、で、消えやがった。早速、早速ホルス王子消失。今はこれホルコッタに逃げたとかかな。王子いないまま試練の番人に話しかけても、なんか王子連れてこないとダメだぜみたいなことを言われたような気がする。今王子が泣きながら村の奥に走っていったわよ。またスライムにでも噛まれたのかしらね。クスクスバカにされてんだ。
ホルス王子もいっぺん野良仕事をすればええんだよ。したらうんとこさたくましくなるとオラは思うんけどよ。村の人たちも評判になってるね。でこいつらは家の中にいるから、このジジイを信じてる。家の中にいるからあんまりホルスが今この村に来たことに関与してないのかな。でこいつも関係ないただの道具屋だから特に言及しない。でこいつも畑仕事に精を出してて言及しない。ホルス王子が遊びに来てくれたんだと思ったんだけど、なんだかブルブルマナーモードみたいになっちゃって、何か怖いことでもあったのかな。やっぱり怖いよ、洞窟怖いよ。魔物が出るよ、お化けが出るよ。15にしてこれ、弱い15にしてこれってどうなのって感じがする。道に迷って出られなくなるよ。でも普通は洞窟入るってなるとちょっと怖いよね。なんか、なんだろう、コウモリとか言ってさ、何かしらの感染症を引き起こしそうで怖いわ。で、わわ、なんだおじさんたちが僕を連れ戻しに、いいえ？え？違うのかい？じゃあ、ほっといてくれないか。毎回同じセリフになるんだ。どうしても行かないとダメかい？じゃあ、いいえ？え、行かなくていい？なんだ、ほっとしたよ。何回も話しかけて、こいつをビビらせると、あ、わかったよ、行くよ、行けばいいんだろ。これをこの後また何回か繰り返すんだよな、このクソ王子。マジで振り回すの勘弁してほしいよな。で、気を取り直してまた洞窟に向かいましょうと。熟練度、ハッサンの熟練度上がってんのかめっちゃ不安になるんだけど、なんかずっとハッサン未だに武道家のままだからな。もう早う魔術師の塔に行くしかないのかもしれないな。魔術師の塔はレベルに関係なく何レベルであろうと熟練度が上がってくれる、すげえいい場所だからな。レベル50ぐらいになってもうどうにも強い敵と戦わないと熟練度が上がりませんって、そういう時にも魔術師の塔は癒してくれるからな。マジで重宝する場所だ。で、ちょっともう一回満タン。まあ、とりあえず行けるところまで行こう。ここはリレミト使えるよな。念のため確認するけど、リレミトは普通に使えますと。トロールが出てきた洞窟で、だいぶ痛い思いしてるから、その辺ね、かなり用心深くなるよね。で、ここの洞窟自体はそこまで複雑な構造ではなかったような感じがしたんだけど、いや、意外と複雑か。あ、いるわ、試練。あれ、今、王子いた？王子また逃げ出したりしてないか？で、ミレイユを、体当たりぶち込まされた。ミレイユどうしたもんかね。これがハッスルダンスだったらすげえいいんだけど、あ、いるな、王子。いないもんだと思ってた。で、ちょっとホイミン、気づいたら、もう MP がすっからかん。ちょっとチャモル一回回復させて、ここの、こっち側って、何あんの？あ、宝箱ある。チェーンクロス、いいぞ。チェーンクロスって、誰か装備してなかった？あ、下がるわ。全然良くねえわ。まあ、監禁用アイテムとして使うことができますみたいな、その程度のノリだよね。呪文使うのにするかもったいないな。まあ、多分ミレイ普通に、あ、メタバレナース。はいはいはい、いいぞ。帰って呪文使うなとかの方がいいのかな。まあどっかの試練も、あー、でもメタバリダンス使ってくる試練いたか。だからラストダンスを使わないとまあまあきつい試練がいたような気もする。こいつがそうだったかは覚えてないんだけど、
我は試練なり、何時王家の血を引く者よ、我と戦い我を倒せ、我は試練なり、大事なことだから2回言いましたと。出たバーニングブレス、こいつがさ、間違えた、こいつダンス使ってくるやつだっけ、どうだったかな、甘い息とか効くか、とりあえずスクルト、眠らんよね。あーでメタパにダンス使ってきた。守備力あんまり下がんなかったってことは、もともと守備力はそんなに高くないキャラクター、バトラックス装備し直してルカリで10しか下がんなかったから、もうこれ短期決戦で一気に行った方がいいかもしれん。なんか効くかな、見た目が炎だから効かなさそうな気すんだけど、あ、効かないよね。うわー最悪だ。あれ星のかけらってなんだっけ、混乱を混乱戻すみたいなやつだったっけ。ハッサンもうあれだな、聖剣付けより捨て身した方がいいな。チャモロどうしよう。いやいやいや、こういう時のためのラストダンスなんだよな。ゲントの杖使うことでもねえや、攻撃をそんなに食らってないから、とりあえずまともにこう、ああそうだこいつ炎だった、メラメラのみの能力者だった、完全に忘れてた。うーんでミレー攻撃で、よしよし、おじさんが珍しくちゃんと行動してくれてる。いやいやいや、マジ勘弁だ。ちょっとゲントの杖ミレイユ、そもそもでも混乱してるんだからさ、効かない可能性も大いにありえるんだよな。オッケー、ハッサンとりあえず、おーし、ハッサンが正常に戻ればワンチャンどうにかなる。でちょっとミレイ回復させて、でひたすらスクルト唱えて体当たり、体当たりしても特技で体当たりをしたわけじゃないから、ハッサン別にあれだな、ダメージ食らってないな。うーんもうダメだな、チャモロはあんまり期待できないけど、一応ゲントの杖でミレイユ、こっちの防御さえカッチカチにしてしまえばそこまで恐ろしくはないはず。気をつけなきゃいけないのはやっぱりメタバニ、これも自分で回復した方がいいよね。でベホイミ使えるんだからベホイミ使って、いやもうポンコツだわチャモロ。とりあえずハッサン、はいよ正気に戻れ。星のかけらってどういうあれだっけ、あー敵をメタバニするやつか、メタバニを回復するみたいなやつじゃないから。でもパーティーにミレイユいて割と正解だったよな、ミレイユいなかったらもうそもそも攻撃が全く通んないみたいな感じだったからな。でおじさんとミレイユだけが両親だ。でまあミレイユ攻撃でチャモロ今逃げ出したな、ちょっとはよ正気に戻ってくれ。もう下手したらこれもうミレイユだけでどうにかするみたいな可能性ある。よしよし、ようやくちょハッサンが今正気に戻ってるから、メタパにダンス使われる前に仕留める。はよ行け、よしいいぞ、よしよし、今のもうまいことかわしてくれたから、オッケー、うぅ突破したぜ。でホイミレベル13、ハッサンようやく、ハッサンようやく免許改伝ってさ、ってことはやっぱりあれだな、もうレベルが高くなりすぎてどうにもなんなかったのか、熟練度上がってなかったのか、
ホルスコーチの姿が見えない。いや、見えてるけど。これあれだな、宝箱回収しなくてもよかったよね。で、ちょ、めんどくせえ。呪文使うな、あれ。死ぬことはないから、この程度の相手に。たとえベギラマとか使われたとしても。で、うまいこと敵が死滅してくれ。あ、そうだ、おじさん。ヤイブを外してたんだ。ちょっともう一回ヤイブ装備し直して。一旦、ホルス王子を。あ、冷たい液入ってる。もう死ぬっていう状態か、敵が。で、そろそろ時間もいい頃合いになってるから、このホルス王子をとりあえず回収して、ウィン。に、逃げたんじゃないぞ。戦うのはお供のお前たちのお仕事だからな。俺が怪我でもしたら困るだろうから離れていてやったんだ。さあ、それじゃあ先へ行こうか、おじさん。まあ、先に行きたい気持ちもあるけれども、まあ、一旦体調を整えたりとかもしたいから、まあ、適当に、まあ、セーブしやすいレイドック。安定のなんかセーブ目的のためにレイドック行くって俺の実況であるあるだよね。ちょっと前回のパートが長くなってたから、まあ、今回のパート、いやそれでも今回のパートもまあまあな時間になってるかっていうことで、まあセーブは他のデータには後で別のやり方でやっとくわ。はい、ということで一旦区切るぜ。次回に続く。